じゃあもう始めますか。はーい。よいしょ。では、なんとなく始まってしまいましたが、私の顔が出てない。まあ、いいか。カメラちょっと後から出しますが、ちょっと今日は顔出さずにスタートいたします。はい。で、第58回花粉シェルゲー勉強会という嫌がらせみたいな名前をつけてみました。で、いつもは、2月にやってるのが3月にスライドしてます。で、2月めっちゃ忙しかったんで、3月になったら楽になってるだろうと思ったら、3月の方が大変で、死んでます。で、私、今年が来年3年生の担任で、3年生研究室配属あるんですけど、その準備とか、学科でやんなきゃいけなくて、それで死んでるという感じです。はい。で、入ってきますけど、近況なんですけど、この間、2月の18日ですかね。IT エンジニア本大賞でデブサミでプレゼンをしてきましたが、残念ながら何の賞も取れねえと。プレゼン、知らない人に言っとくと、一応一般の投票で、この賞10冊選ばれまして、で、その上位3冊が、この賞のプレゼン、大賞のトップを決めるプレゼンに参加すると、そういうものでした。で、その3冊に選んでいただいて、これ大変ありがたかったんですけど、で、そこで、まあ、頑張ってプレゼンすると、トップ取ると大賞になって、あとなんか、審査員賞とかもあるんで、まあ、なんかもらえんじゃねえかなと思ってたら何ももらえないということで、大変プレゼンがいけなかったんですかね、どうなんですかね。まあ、確かにちょっと、本当に学者がやるような、1分1枚の綺麗なスレ、プレゼンをして、まあ、ビシッと決まったんですけど、他の人たちはもうなんか、エモい、あんまり言っていけないですね。他の人言うとあれなんですけど、なんか、エモエモな感じの、まあ、エモエモは言ってもいいと思うんですけど、何十枚もスライド使うような感じでやってて、もう完全アウェーだったし、そもそもシェルゲー、デブサミだと完全アウェーですよね。なんとなく雰囲気わかると思うんですけど、で、アウェーアウェーで、まあ、アウェーで、アウェイだったということで、はい。ご期待に添えられず、特に共著者の皆さんと大変申し訳ございません。で、投票していただいた方にもちょっと申し訳なかったんですけど、まあ一応、この年のトップの3冊ということで、選んでいただけました。で、この賞は大賞を取るまで何年でもノミネ、候補に上がるんで、去年出版だから今年とかそういうもんじゃないので、来年もちょっとあんまり組織票になっちゃうと怒られちゃうんで、もしまあこの本気に入ってたんだったらちょっと来年も押していただけると大変ありがたいかなと思います。ありがとうございました。はい。で、本題入ってきますけど、まずシェルゲートワーからちゃんと説明しなきゃいけなくて、まあ、マウスも使わず、ソースコードも残さず、GUI ツールを立ち上げる間もなく、あらゆる調査、計算、テキスト処理を CLI 端末へのコマンド入力一撃で終わらすこと、あるいはその時のコマンド入力のことを言います。ということは、まあ、要は基本的にここでやることが、ここでコマンド打ってガチャガチャやることが、シェルゲーですね。ということで、まあ、シェルスクリプトになんかものすごいワンライナーを残したりというのは実はシェルゲーじゃないんですけど、で、ただ、最近私、あんまりシェルスクリプトにそういうの残すなっつってて、昔私が書いた、バッシュ CMS の本ですね。シェルスクリプトでウェブサイト作る本と、ちょっと言ってることは矛盾してて、ちょっと良くないなと思ってたんですけど、まあ、要はだから、なんでしょうね。まあ、だからいろんな状況によると思うんですけど、本に関しては、どこにかく、サーバーがもう、ウェブサイトがぶっ壊れたんで、1日で復旧させなきゃって、バーって1日で作ったっていうのが元々の話なので、まあ、いかにこう、まあ、ハッキング、本来の意味のハッキングですね。斧片手にバンバンなんか犬小屋作るみたいな感じで、どんどんシェルゲーで作っていくっていう意味で、まあ、あれはシェルゲーで作ると。ただシェルスクリプトっていうことになってるわけで、まあ、そういう理由もないのに、まあ、ぐちゃぐちゃなシェルスクリプトを、まあ、他の人は読めないように残してもいけないなという話はあるんで、まあ、そこら辺は矛盾してないかな。あ
あと、まあ、USP 研究所みたいに、そもそもワンライナーできれいにデータ処理のスクリプトを書いていくような会社は、しっかりそれは、ルールがいろいろ決まってて、それでみんな混乱しないようになってるんで、そういうとこなら別に全然 OK でしょうということですね。で、まあ、いつもこういうプログラムの論争の話をすると、時と場合に全部よるっていうしか言えないんで、だからまあそういうのを自分の知識をこうマウントに使ったりとか、なんか有名になろうとして使ったりっていうのは、なんかちょっとやっぱ違うような感じがするんです。まあ最近はそういう議論からは距離を置くようにはしてます。まあ基本的にみんな自分がしっかり仕事ができればいいわけなんで、そこを基準に考えればいいんじゃないかなと思います。はい、どうです。で、次いきます。で、今回の問題なんですけど、ワンライナーでわざわざやんないけど、あ、でもワンライナーでやるやつもありますね。ちょっと数問作ってこのスライド書いちゃったんで、ちょっとワンライナーでやるやつも入ってるんですけど、まあそうやんないけど、ワンライナーじゃなくてもそこそこ面倒なやつということで、まあ、結局ワンライナーで解くかみたいな問題が今回は多いような気がします。で、まあ、オークゴリ押しとか、まあ、それ系もあるけど、あとコマンドうまく使うみたいなのもあります。で、頑張ってください、過去投げやりということです。で、進め方ですが、1問に15分弱ですね。で、問題に対するアプローチを考える。で、解けなくても気にしないと。で、それを問題を解くのを実現するコマンドやオプションがないか、いろいろ調査をしたりとか、まあ、ツイッターとかでいろいろワイワイやる。あと、ディスコードもですね。エスコードの皆さん、まだ死んでませんね。大丈夫ですね。はい。大丈夫です。だから、まあ、そういうところで使っていろいろ議論すると。で、まあ、さらに最近もうオンラインでこれ何回やったんでしたっけ？もう2年ぐらいやってますけど、とにかく、そうですね、人と話をしないという日常になっておりますんで、それやっぱりまずくてですね。そうですね。まあ、なんか人と話したいって人は、まあ、コロナ明けたらまたそうなると思うんですけど、私みたいな人間って、私って元来あんまり人と話したくない、なるべく逃げたいって人間なんで、もうどん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 話さなくなってるんで、まあ自分がそんな人間だなって思う人はですね、もうちょっと無理してでも積極的に話をするといいかなと思います。はい。で、あとはまあシェルゲボットも有効活用してくださいということですね。で、手を動かすということです。で、チーム分けはしません。ワンチームということで。何言ってんだって感じですけど、やりましょう。はい。ということで、開始となります。はい。で、あと、そうですね、今日多分そんな参加者いないと思うんですけど、毎年、年度末の2月の勉強会は人少ないんで、あんまそれもあんま気にしない方がいいかなと思います。そうですね、今同時17人しかいないんで、まあちょっと内輪で和気あいあいみたいな感じになると思います。ただちょっとやっぱオンラインになってるから、少しずつやっぱり人減ってるんですよね、正直言って。で、あんまよくねえなとも思うんですけど、まあまあそんなことは言ってもしょうがないんで、それは私が気にすることということで、私が気にすることということで、皆さん気にしないでくださいって言ってて、ここで言っちゃうっていうのは、なんかいかにも矛盾してますけど、まあ、まあ、今回は少数精鋭で和気あいあいとやりましょう。はい。では、早速いきたいと思います。問題もそうですね、しっかり見返してないんで、とにかくもうなんか地獄のような日々。来週私、学会で発表しなきゃいけなくて、しかも25分も発表しなきゃいけないやつで、またこれで死んでるんですけど、やばいな。はい。いきまーす。あ、見えちゃった。問題入ります。で、ですね、第58回シェルゲ勉強会ですね。で、問題使われるデータファイルはここにありますということで、まあ、毎回恒例なのですが、リンクをコピーして、はい。ファイルの場所です。シェルゲ。はい。ツイートしておきました。まあ、ここから探すということですね。で、あとは、これ Git で使うときは、まあ、Git で使うのが標準ですけど、よいしょ。CD の Git の、まあ、どこでもいいんですね。これ添付で、Git クローンの、で、さっきの URL をペタッと貼り付けると、あれ、あ、ごめんなさい。ここまでですね。シェルゲーデータまでですね。あれ、
あれ？あ、もうあるんだ、ここに。ですね。こうやってやると、こうダウンロードができます。ということですね。はい。これも、ツイートしておきます。で、ダウンロードしたら、あ、そうそう。で、今回結構でかいファイルぶち込んだんで、ちょっと時間かかるかもしれません。リポジトリのでかさがもう700メガぐらいになってるんで。で、これ落としたら、で、ボル58っていうのがいるので、ここで、まあ、いろいろやると。ことですね。なんかもう不穏な名前のファイルがありますけど、使います。はい。で、環境解凍レバー分通 20.04LTS で作成しましたと。もういつ22になるんですかね。で、Mac の場合は、CoreUtils をインストールすると、GNU のコマンドが使えますと。で、BSD 系の人はクロートなので、各自対応してくださいということですね。まあ、要は慣れてる人は対応できるでしょうと、そういう話です。はい。です。はい、じゃあ、もう1問目いきましょうか。はい、じゃあ、第1問です。見えますかね？大丈夫ですかね？見えないとか、なんかいろいろあったら言ってくださいね。はい。じゃあ、第1問いきます。次のファイル、メモについて、これですね。こんな感じ。3月5日から何日後に何ある？私のスケジュールですけど、ここにもあります。キャットメモ。で、これについて、要は2日後、6日後、7日後を、こう日付に直してねって、そういう問題です。で、1行目の日付が違っても機能するワンライナーを考えてくださいということですね。ちょっと1問目にしては、ちょっといつもより大変かもしれませんが、これ1問目にしたいと思います。はい、じゃあ時間はそうですね25分まででお願いします。はい、どうぞ。ディスコードの皆さん、適当に埋めていただければ。コマンドはもう思いついたんですけどね。あとはどう作るかやな。
私の回答はもうゴリ押し、ゴリ押しもいいところですね。ゴリ押しもいいところです。そっか、そっか、そっか。このうち作ればいいんだな。わからん。わからん。わからん。そっか。デートコマンドのガットコマンドで作れるんだよな。なんだっけこれ。どうすればいいんだっけこれ。同じような感じだな。
マストレス消しちゃダメなのか。コマンド置換を使った文字列にすればいいのかな。コマンド置換を使った文字列にすればいいのかな。隊長さんがいいとこまで行ってます。あ、そうか、顔出さなきゃいけない。顔出さなきゃいけないっていうわけでもないけど。あれ。こんにちは。こっちのカメラの方がいいか。よいしょ。OBS で、そっか。カメラ隠れてんだな。映像キャプチャー、これつけるか。あ、わかった。ディスコードが、ディスコードのカメラがオンになってからこっちオフになってんだ。ウェブカメラ消しますね。で、こっちで、こっちで映像キャプチャーデバイスが、あ、これでいいのか。これでいつもの感じですね。だけど、ツイッターが隠れる。こんな感じ。OK。OK。はい。あ、時間になってましたね。はい。では、回答を始めます。で、そうですね。ここで書いたの元に引きますか。まず、こうあって、まず、この、まあ、この日付をちょっとデータの頭に持ってきます。だから行が違うデータ扱うのってワンライナーって苦手なんで先にそれを解消しに行く感じですね。1列目にあった、2列目のこれが日付で、で、こいつを3行目以降の頭にくっつけますと。A のドル、2のドル、3と。はい。こんな感じですね。で、で、これを、で、これをうまくデートの命令にして突っ込むと。デートの命令にして突っ込むっていうのは、例えばデートの、例えば2022年3月5日の 2days とかやると、どうなんだっけ。を、クォートしないといけないですね。でやると、2日後、3月7日の日付を出してくれるんですけど、だからまあこういうフォーマットにこいつを持っていけばいいです。そうですね。これ年とか大丈夫なんですかね。あ、これダメですね。ちゃんとこう、ハイフン区切りにしないといけなくて。で、ここは、
2日後だったら 2days に直さなきゃいけないということになりますんで、で、なので、まあ、これ愚直にやります。例えば、そうですね。y 使うのがいいですかね。y の年月日を、ハイフンハイフンスペースに変えてください。やると、まあ、こうなりますね。これも取れちゃいましたけど、ちょっとあんまり、ここに日月とかあったらちょっと良くないんで、ちょっとやっぱりちゃんとやります。瀬戸の S の、年、でもめんどくさいですね。なんでこんなめんどくさいことを人にやらせようとしてんだ、俺は。めんど。やめたとか言いたいんですけど。年、一つずついきますか。瀬戸の月。長くなってもいいんで。考えてる時間が短くなれば、ワンライナーの場合は長くなっても何の問題もないんで、これで、どうしようね。仕事中に綺麗に解こうとすると、あんまりいいことはなくて。で、こんな感じになりますね。で、ここのコロンも取っときましょうか。こんな感じ。はい、コロン取りますと。で、で次に、こいつをデートの命令にします。で、オークで、プリントの、デートの、ハイフン D ですね。さっきの、あれで言うと。で、1列目、2列目と。で、3列目と。で、こうやります。ただ、このまんまこれデートに突っ込んでも、エラーを起こすんで、こうしましょう。フォークのプリントのエコーのドルカッコのドルゼロ。とりあえずこれで置いて、で、カッコかぶせに行きます。で、1列目、2列目、よいしょ。で、3列目、4列目は、よいしょ。ね。ダブルクォートの中入れます。ここも、だから一気にやろうとしないで、確かめながらやるといいですね。で、これでコマンド置換の中にデートが入ります。で、これであとは、ドル、どうですかね。こうなります。ということで、で、こいつの場所に加えせますと。と、まあ、こんなになるんで、まあ、あとは整形すればいいと。アスタリスクつけて、ドル1、ドル2、ドル3。よいしょ。うん。やっぱこう一気に解こうとせずに落ち着いてやるのが大事ですよね。で、これでまあ回答になります。まあ、こんな感じですね。まあ、1問目なんであんまり何もひねりがないんで、まあ、オーソドックスな感じで問題用意してみました。どうですかね。じゃあ、1問目ちょっと時間かけすぎちゃったんですけど、じゃあ33分までと、ごちゃごちゃ、ちょっとこれ試す時間を作ります。はい、では、やってみてください。準備運動ですね。準備運動的な問題でした。
はい。では、2問目に行きます。はい。まだ悲鳴とか聞こえてる。はい。これシェルスクリプトに書き換えればもっといい感じに、うん、かもしれないですね。はい。では、次行きます。で、2問目はなんか割かし悲鳴が上がりそうな感じですけど、ちょっと、数字を直接打ち込むことなく、デートに2022年2月22日にってこれ、火曜日のことです。22時22分22秒と出力させてください。2列目の2は終番号です。まあ、要はこの時にリアルタイムにシェルゲイボットに出そうとしたけど、出せなかったんで恨みがあるんで、まあ、そういう問題作ってみました。だから数字を打たずに、デートにこいつを吐き出させてください。はい。デートが吐き出したものを加工していきます。はい。よろしくお願いします。はい。2問目です。で、これは、そうですね。48分まで。まだまだ元気。はい。お願いします。これで。俺はどうやって解くんですかね。2、3通り出るとすげえ嬉しいですね。私は一つしか思い浮かばなかったんですけど。デートのオプションには何入れてもいいですね。デートのオプションには。まあ、なんかスラックで2年生からデュアルブートの質問が来たんで答えた。はい。勉強熱心に。例えば私ここでガチャガチャやったらヒントになるんで、ヒント出さないでいきます。あ、闇豚さんも面白いこれ。時間ですよね、問題は。あ、でもこれめっちゃ面白いな、これ。これ何どこかの関係がヒントになってんすかね。ん？あ、え、何すか？
難読化の関連のがヒントになってるんですかね。そうですね。それ一つやり方ですね。ね、うん。まあ、2はこれで部分できるから。はい。なんか、私の考えたのじゃないの出てくるといいんですけどね。ちょっとどうですかね。イエス。イエスタデイの続き間違えた、これもしかして。イエスタデイ。イエスタデイ、イエスタデイで。ははあ、なるほど。これでイエスタデイ増殖すればいいと。どう、あ、イーバル使う、どうするの、あ、なるほど、バッシュに食わす、何度かしかないんですかね、これ。なんだろう。何度かしか思いつ、今んとこ思いついてないですね。なんかあるかな。2と0を要は表現するんですよね。そうですよね。なんだろう。プロセス番号ぐらいしか思いつかないな。あとなんだろう。この問題2時22分頃に出せば、よかったのかな。でも22時だもんな。ウーロンとか使っても無理か。次元爆弾使うと終わっちゃいますね、会が。ああ。いいです。あれ？2月22日か。間違った。並びの日です。うん、あ、見る人増えてきてますね。24、うん、何度か使うと140文字に入んない。うん、これ難読かというかどうかなんですね。ああ難読かというかどう、これでいけるかな。うん、投げ、あ、できたけど隊長さんが作ってきましたよ。ああ、作ってた。やっぱそっか。あ、まあまあまあ、ほぼ同じだな。100文字入るかな。愚直すぎて、あ、入るか。入ったっぽい。あ、いいこと思いついた。いいこと思いついた。何度かしかも短いコードゴルフみたいな。長い。長すぎてダメだ。いいと思います。いいと思います。いいと思います。あ、でもこれいけんじゃねえかな、俺。これいけるな、俺。どうしよう。あと48分までっつったもんな。48分までいけるかな。
あ、でも、あ、でもあんま意味ね。2月2日じゃないですね。あ、てか、2月20日、本当火曜日だったんですね。そうなんですよ。だから本当に並びだったんです。あ、なるほど。うん。そういうことか。ええー。2を表現する方法、2と0か。字を使わない。2。あ、そこだ。だから。数字を使わずに何か特定の数字が出せればいいんだよな。何があるかな。エリアスデートすんな。ダメです。なんかのソフトのバージョン名とかでもダメか。なんかのソフトバージョンいいっすね。だから、誰か GitHub で日付遡って、その日、その時刻に。なんか、エイリアスを使った回答が、じゃあダメですかって書いてるけど。俺はダメだな。これで22が取れるんですよね。2月時間になっちゃう。最初の問題もそうなんですけど、デートの問題全然出してないから、多分使い方忘れてんじゃねえかなと思って、それを思い出すためにちょっと出してる感じですね。2222。なんで NL 使おうとしてるんですか。
あ、じゃあ、48分だったんで回答します。で、もう作り始めてるんですけど、まあこれ難読化の知識があれば、まあ解けて、とりあえず、変数に、バッシュの変数に0と2を入れましょうということで、まあ例えばこう、まあこうドルハテナとか Z に入れるとこう0になるし、で、2の作り方が、これ0、Z って0の意味ですね。で、2の作り方、一番ベタなのが、全然ベタでも何でもないんですけど、プロセス番号、これバッシュのプロセス番号あるプロセス番号で、これ1になり、これ1になるんで、これで2になるんで、これで2が作れるんですね。だから、まあ、ワンライナーで無理やりやるんだったら、この前に Z のドルハテナって書いて、これこれやる前に前のコマンドこけてると、ゼロじゃなくなりますけど、まあ、これで、まあ、こう、ゼロと2が作れるということですね。で、次に、まあ、愚直にやりますけど、2022年、2月22日、22時、22分、20秒って作りますと。で、次にこれをデートの F で入れると、もうこんな感じで2022年2月22日、火曜日。うんたらかんたらでこれ出てくるんですけど、曜日を数字で出してくださいって言ってるんで、フォーマットをしなきゃいけなくて、で、フォーマットはですね、これ使えばいいですね。まあ、マンで調べるのが一番いいんですけど、まず X って入れると、これで、日本語でこうやって年月日を出してくれるんで、そのロケールでの表示ですよね。で、終番号が小文字のダブルです。で、これで2が出ます。で、あとはタイムとやると、これで答えが出てきますということですね。はい。で、まあ、こんな感じです。まあ、別に、特に何のひねりもなく、まあ、何度かの話と、あとデートのオプションちょっと思い出してほしいなぐらいで出した問題でした。で、まあ、なんか工夫するとすれば、そうですね。2をもうちょいスマートに出したいですよね。グレップで変なことすると、なんか、あ、これ2作れますね。グレップで作れますね。確か、グレップ。でも、難しいな。ゼロも作んなきゃいけないんだ、これ。ややこしいな。ちょっとお任せしますんで、そうですね。グレップで変なエラーを起こすと2とか出してくれるんで、そいつ使うって手もあるかな、と思います。これでいいのかな？あれ、予備番号1になった。なんで。そうですね。あら。グレップのドットドットドットのセミコロンのエコー。でも長くなっちゃうか。エコー。あ、ダメですね。ちょっとこうお任せしますけど、まあなんかもうちょい短くなるような気がするんで、いろいろまた後で工夫してみてください。じゃあ、時間取ります。54分ぐらい、1時54分でお願いします。クストさん、これもしかして、できたこれ。多分もう一つの考え方で、これはいいんじゃないですかね。フォーマットでオプション、こっちフォーマットでだから日付を並べて時刻を無理やり作ったって、そんな感じですよね、これ多分。うん、あ、出た。あ、やっぱ、すごい。やっぱ、さすが。うん。本当は、こういうのが、作りたかったんですけど、
私は力がないのでこうなりました力がないってなんだって話ですけど、そうですね、これが、これはこうか、そうですね、だからここまでは真面目に作って、でここを時刻 HMS ってなるのがデートの D に DDD ってやって、でこれで無理やり2月22日まで戻って、それでこれを出したということですね。あ、これいいな。これいいな。さすが。はい。漢字で出してる。漢字で出してる。はい。これもありですね。はい。うん、よかった。もう別回出てきますね。すごい。はい、じゃあ、そろそろ。3問目に行きます。はい。いや、ズルじゃないと思いますよ。これ素晴らしいですね。3問目。今度は、ちょっと便利かなって問題で、こんなファイルがあります。リンクを開く。JSON のファイルが、ウェブ上に、私のウェブサイトにあるんですけど、これを次のような YAML に変換してください。次のようなって言ってるのはちょっとミソなんですけど、まあ、いつも見てる YAML の形ですね。こんな感じで。LINE っていうの、例えばこれ LINE っていうのに、まあ、これがダーッと入れ子になってるんですけど、で、これ一つ一つがこれ要素、ごめんなさい。これ一つが要素で、LINE コードが、13001、LINE ネームがうんたらかんたらというふうに、まあ、綺麗にこの形式でフォーマットしてください。はい。で、のが3問目です。で、これは、そうですね。ちょっと短いんですけど、12分まででお願いします。ごめんなさい。7分。7分。2時7分でお願いします。これ何回変わるしてもいいですよ、このサーバーは。急に何かのコマンドのエラーコードとか使えないかな。うん。さっきグレップでやろうとしてました。グレップでやろうとしてたんですけど、ただエラーコードを入れるのが結構面倒くさいですね。変数に。何でしたっけ、ドルヒゲって。
セルゲボット YQ も入ってますね。そうそう、悲鳴とか聞こえてこないですよね。あ、もしかして私の入ってる、私の持ってる YQ とセルゲボットの YQ、バージョンが違うもしや。YQ なし、YQ なしに挑戦で。なんか YQ なしだとなんかいい方法あるかな。JQ でもいけるね。あ、そうだそうだ。そうですね。セルゲボットはここにありますね。
コンソールでできるか。そうですね、Ruby 使える人は簡単にできます、ね。今日はクンストさんがめちゃくちゃ冴えてる。今日はいつもですけど。答えバシバシモードですね。はい、じゃあ7分です。じゃあ回答します。で、これ問題ちょっと答えパッと見て、はい、シェルゲーボット見てて、あ、ちょっと企画倒れだったなと思ったんですけど、ですね、なんでこの問題作ったかなんですけど、私、YQ ってコマンドがあって、まあ、要はこいつ使えば YAML にしてくれるんですけど、ちょっと待ってくださいね。あ、はい。これ使えばいいっつ話なんですけど、JQ。ごめんなさい。なんですけど、私の環境だとやってくんないんですね。もう色つけて終わりっていう。で、今、シェルゲボット見てたら、YQ の -y でいけるっていう話だったんですけど、私の持ってるバージョンのやつないんですね。で、困ったと言うんで、ただ YQ 知ってる人も読ませだけだとできないでしょっていうつもりで出したんですけど、YQ バージョンによってはできるっぽいんで、ちょっと企画倒れです。で、で、このコマンドが、まあ、今言ってるように、YAML に変換してくれる、JSON を YAML に変換してくれるコマンドではあるんですけど、普通にやってもこれ変換してくれないんですよ。それで、なんでかなって調べたら、確か YAML は、JSON の形式の中に持つことができるんですよね。つか、文法上一緒なんですよね。サブセットになってるんですよね、JSON が。なので、JSON で、だけどこれ YAML でもあるって状態なんで、YQ はそのまんまだと、変換してくれないと。読んで、あ、なるほどなと思ったわけです。で、で、じゃあどうするかなんですけど、まあ、新しいバージョンだと多分これでいいんですけど、そうですね。JQ。JQ で、まず、ですね。だから、いや、JSON じゃないものにしてやればいいんですよね。だから、XML に一遍変換しようと。JQ の何でしたっけ？フォーマット。何でしたっけ？ちょっと一遍これ。A っていうファイルに落としますけど。で、ちょっとカンニングをしますけど。あ、こっちでカンニングすればいいのか。そうっすね。YQ の O か。YQ の O の XML。一遍 XML に直して、で、もう一遍 YQ で P の XML から YAML に直すと、まあ、いけるよねっていう話で。まあ、これが回答例になります。どうしましたということですね。だから、ま、ちょっと企画倒れになりました。で、ただですよ。たったこれぐらいだったら別にセドでやってもいいんで、お詫びにセドでやりますけど、まあ、だから、LINE、コードとかあったら、開業を入れて、二つ飛ばしてヒゲ入れて、変換してくださいってやって、そう、便利だと、ちゃんとやるということを忘れがちになりますけど、このラインネーム、またセドの前のラインネームを、開業入れて、1,2,3,4 ハンド入れておりゃ
で、まあなんかだんだん求められてるものに近づいてはきてますよね。で、別に希望を取ればいいんですよね。全部取って。はい。ツルツル点にして。これも取ればいいですね。はい。できますよね。できますよね。で、コロンの後ろに、スペースを入れてと。はい。ほぼ完成。で、セドの2行目から2行置きに、数字にダブルクォートを入れてくださいと。ダメか。あれ、入んで。まあ、こうやってやっていけば、あ、最初しか入ってないな。2のニョロ2ですね。うん。まあ、なんかできてますよね。これで回答ということになりますんで、まあ別にあの、セドでやれよかったっていう話でもあります。はい。まあこんな感じですが、ちょっとじゃあまたいろいろ試してみてください。YQ のバージョン何なんだろうな。じゃあ、14分までお願いします。じゃあ、詫びセド貼っときます。私の手元の 4.2.21 ですね、これ。セルゲーボットに入ってるの何だろう。IQ。つけた。シェルゲボットが 2.14.0 ですね。はい、では。次行きます。じゃあ前半最後ですね。次のような出力を得てくださいなんですけど、動画です。はい、動画。どんな動画が。ですね。こんな動画です。おりゃ。見えますかね。かわいいですね。何言ってんだ。もう一遍。はい。まあ、こう、芋虫状に進んでいくやつですね。まあ、渋滞の図みたいなもんでもあるんですけど、これを
端末に出力してください。はい。では、これは、半までで。お願いします。リアクションがないんですよ。はもう小学生に尊敬されますね、こういうのを作るとね。はい。シャクトリウンコいいっすね。シャクトリウンコ。シャクトリウンコって名前にしましょう。出力したくない。いや、出力したいと思いますよ。思わないですか。脅迫みたいな感じになってます。当の本人がどうやって出したかも忘れちゃってるんですけど。自分が名付け親ってことです。そうです。そうです。シャクトリウンコの名付けのパパ。名刺に書いといてください。どうやって出せばいいのか、うんこの問題で出すっていう動詞はあんまり使わない方がいいような気がします。気がします。やっぱ動画は出しといた方がいいですね。わかんなくなりますよね。ずっと、こうエンドレスでこれどうやって再生できるんだ、これ。ブラウザーに落とせばいいのか。ブラウザー1個、こう、犠牲になってもらって、ここにポトッと、連続再生してくんないの。ピクチャーインピクチャー。ピクチャー。誰得なんだこれ。たぶんいいもの。
ドバーの。クローンできなかった人いますかね、問題のリポジトリ。あれなんですよ、GitHub のあの、でかいファイルの機能、LFS 使ってるんで、ちょっとそれがなんかもしかしたら悪さしてるかもしれません。すごいすごいすごい。でもあれ進まない、これ閉じ込められてる。ツイッターが大変なことになってんだ、これ。ダメだ。セドンの変態技も、使ってほしいんですけどね。私は多くでいきましたね。そっか、こんなことやんなくてもいいのか。
でもまあ、こう、どうかな、こう。ツイッターが大変なことになってる、考えてるうちに。ちょっと分かんなくなってる。あ、止まんない、止まんない、止まんない。やめて、やめて、やめて。ああ、時間になってしまう。時間になってまう。あ、そうか、そうか。プリントしちゃダメなんだ。はい。じゃあ、ちょうど時間になりましたんで、回答していきます。うんこが止まらないんでやめてあげて。はいはい。うんこが止まらなく、人聞きが悪い。チャクトリうんこのパパにいじめられてます。はい。じゃあ、やりますね。冗談さとき。まず、イエスうんこですね。これまず、並べます。はい。よいしょ。ペタ、ペン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 。7個ですね。7個用意します。で、次に、ですね。まず、こう、切れ込みじゃない、こう、区切りを入れていきます。だから、こう、間をこう、スペースを空けていくんですね。で、で、開ける前に、何個目のうんこで区切りを入れるかっていう数字を、1列目に並べます。
まあなんかワンライナーのデータ処理の基本で、一応基本が入ってて、この問題、まずやりたいことを数字で表現して左のコラムに書くっていうのはすごく大事ですね。で、例えばプリントの7-NR を、どうすればいいんだ、%7%7 のドル1、こんな感じですかね。だからこれ6個目に切れ込み入れる、5個目に入れる、4個目、3個目、2個目、0目ということなんで、で、これでなんか、マイナスにいっちゃ困るんで、こいつをもう一遍パーセント7ですかね。これが間違ってる。これが間違ってる。そうね、0も欲しいですね、でもこれ。なんだ。いや、欲しいですよね。奥1始まりなんで。これリズムわけわかんなくなるんですけど。まあ、これで入れます。で、7、うん、そうですね。これスペースの1です。で、次に、まあ、これ上から順番にアニメーションさせるって想定でやってるんですけど、今度左にシフトしないといけないですよね。もう一遍。一通り、こう、行ったら、こう、後ろを、こう、ポン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 って7個ごとにこう開いていくんで、このシフトの個数入れます。で、この個数はどうやって計算するかっていうと、nr-1÷7 ですかね。これで、まあ最初は0個、1個、2個で。で、こいつをイントに丸めてしまいます。はい。よいしょ。で、これで2列目に何個シフトするかっていうのはこう入ります。真面目ですね。真面目ですね。うん。パイプラインのデータ処理の鉄則ですね、これ。で、次に、で、この数字に基づいて、まず切れ込みを入れます。セドで綺麗に行きたいんですけどね。で、2列目は出しといて、サブプリント。2列目を出しといて、サブストリングの3列目の、1文字目からドル1ここまでと、サブストリングのドル3の、1列目の数プラス1から残りの数字という感じで、はい。こんな感じで切れ込みを入れます。切れてますね。はい。で、あと、これ、一列目に残った数字で右にシフトさせればいいん で、これもパールだともっと早、綺麗に書けるんですけど、私ちょっとやってみようと思ったらできなかったんで、多くでゴリゴリいきますけど、i が1、i がドル1列目、i プラプラの、もうゴリゴリプリント f で、で、プリントの、2列目と3列目を入れます。で、これでうんこがフライングするようになりまして、で、これですで見ると、こんな感じで、右にだんだん動きていくと。これは嫌ですね。これ、こいつら迫ってきたら嫌ですね。右側に身を置きたくないですね。はい。で、こんな感じ。で、さらに、で、これで、ただ、これだと、下の方に行ってしまうんで、開業を防がないといけません。で、まず、で、どうやって開業を防ぐかなんですけど、ですね、プリントを、まずここ F にします。で、まあ、こんな感じで、開業を取ります。これだと、これどうなるかっていうと、まあ、横、スクロールしなくなりますね。縦にスクロールしなくなって。で、ここで、そうですね。その前に、スピード止めましょうか。スピードを緩めましょう。スピードを、ちょっと一遍ここ開業を入れて、スピードを緩めます。システムスリープ。システム関数の中にスリープ入れます。で、これで 0.1 秒ごとにこう、行くようになりますね。で、だこれ止まんなくなりますんで、これ。コントロール Z を押して、コントロール Z を押して、で、切るの、ここの数字ですね。%1。これで止まりますね。ジョブ殺しですね。
で、これで止まりますんで、で、これで、動きを殺しておいて、で、もう一個コマンドにします。プリント F の、R です、これ。R だと、これ、開業せずに、カーソルが一番先頭に戻ります。で、ここの開業を取ると、こんな感じで動くと。いうことになります。はい。という感じです。はい。じゃあ、そうですね。休憩行きましょうか。で、そうですね。50分まで休憩取りますか。ちょっと押し気味ですが。で、公演の練習はちょっと休憩の間にということで、よろしくお願いします。はい、じゃあ休憩に入ります。
ツイッターが大変なことになってる。はい、では、50分になりましたので、午後の部始めます。で、早速いきますけど、TL すごいですけど、5問目、時事ネタです。次のファイル、プーチンからプーチンと呼べるものの行番号を表示してください。一般会は不要ですが、行番号は直接指定しないでくださいということで、こう、プーチンファイルがですね、こんな感じですね。いや、時事ネタですね、これ。っていうか、ちょっと若干不謹慎なんですけど、どうしても昔からプーチンっていう言葉が私大好きで、ついやってしまいました。すみません。そうですね。まあ、この、なんでしょう、ストリーミングでは、特に政治的な態度とかそういうものは私は一切、何も表明しませんけど、まあ、文字遊びだと思って、やってみてください。ここから、読めるもの。で、こういうのも読めるものとします。はい。そうですね。うん。なんか、プとボーとチンがちゃんと4つあるのを、グレップで全部救い出すという問題です。はい。では、どうぞ。はい。時間はそうですね、2分、3時2分ぐらいまで。
皆さん、うんこは終わりました。今プーチンですよ。追っかけられてる。こりゃー誰も5問目解いてないんだよ。もう全問うんこは、うんこアニメーションにすればよかったですかね、今回はね。でも、年度末だし。大体4月にみんな張り切って、新規で参加してくれる人がいっぱい出てきて、で、だんだん振り落とされてみたいな感じですね。あ、出た、プッチンプリン。うん。もう脱落してる人だけ聞いてればいいんですけど、あの昔、学会でですね、国際学会でカナダかどっかで、あの、ある国の学生さんが、ダクンじゃないな、プットインとプルインか何かを発音が苦手で、あの、プーチンとプリンに聞こえて、どう考えてもプーチンとプリンにしか聞こえなくて、で、一生懸命喋ってんだけど、あの、ずっとプッチンプリンって聞こえて、もうおかしくなっちゃって、で、プってやって、私とあと隣の人がもうなんか笑いこらえるのでもう必死になっちゃって、ったら本人もなんかうまくいってないし、っていうのは分かったらしくて、途中で自分でクスクス笑い出しちゃって、もうそれでもうなんかもう笑いがこらえらんなくて、もうなんか、そのまんまあの、ずりずりあの、這いつくばってあの部屋から出たっていう事件があって、それでもう、それ以来プーチンという言葉が大好きなんですが、どうでもいい話ですね。で誰か解かないですか、これ。別にアドホックでいいんですよ、アドホックで。確か9つが正解なんですね。9つあるんですよね、多分。これプーチンだし、2、3、4、5、6、7、8、9。ですね。もっとたくさんあります。アートフルな基礎、どうもありがとうございます。一人でラジオで喋る人って本当面白い。なんかすごいですよね。今みたいな話も絶対にみんな笑うように持っていくから、ね。全然話術がないですよね。やっぱ練習しないとダメです。端末で文字がずれちゃってまともに入力できない。ああ、そうですね。あの、入力はそんな難しい記号は使わなくてよくて、あのアドホックでいいんで、とりあえず答えてほしいかなと。もう、あ、時間ですね。時間になってしまいました。あら、タイムラインにいっぱいプーチンが出てくる予定だったんですけど、あれですかね、やっぱ、あの、みんな暗殺を恐れてますかね。だんだん話がきな臭くなってきたからやめたいと思います。はい。のびちょくとか、やめましょう。ですね。で、
この問題そんな難しくないというか、どこまでちゃんとやるかの問題なんですけど、まあ、とりあえず嫌なのがですね、例えばこう、プで検索かけるとわかるんですよ。プで検索かけるとわかるんですけど、もう、半濁点、半濁音セパレートタイプが2つあってですね、こいつが嫌ですよね。くっついてるタイプのやつは、まあみんなくっついるんですけど、あとは、半角のやつとか、まあいっぱいあって、ここら辺をまず正規化しないと結構めんどくさいかな、という話になるんで、ですね、で、私どうやったかっていうと、いっぺんですね、NKF で全角に直して、半角に直して、全角に直すと。で、これやるとどうなるかっていうと、グレップの負、またこう負で検索してみますけど、全部、負のやつは全部ちゃんと丸がくっつくんですね。さっきと違いますよね。これ何もかけないと、まあ、こうなるわけで、うん、引っかかる量が格段に増えてると、それが全部拾ってると思うんですけど、こうなります。で、これ何かっていうと、まあ、結局、そうですね。何回も話に出てるんですけど、シェルゲー勉強会で。いっぺん半角にすると、必ず分離しますよね。半角って、濁点、濁音、半濁音、みんな別の記号なので、別の文字扱いなんで、いっぺん離れるんで、で、離れた後に全角に戻すと、なんかくっつくんですね、これが。プチッと。プーチンだけにプチッとこう、くっつくわけです。はい。で、なので、これでだいぶ見通しが立つようになります。で、これで、でもこの時点で全角で、最初の文字、プのやつがちゃんと引っかかる保証があるんで、で、まあ、これだけ引っ掛けておいて、あとは、そうですね。チンで終わるやつ。かけて、プーチン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 、プチン、プーチン、プーチン、プーチン、プチャーチン、プーチン、プッチン、プーチンってなって、なるわけなんですけど、で、アドホックでいつってんだから、まあ、グレップの V で、チャとか、やって、あとは3文字のやつを、全部、グレップの V で、こう、ゴミ除去していくってよくやるやつですけど、データ整理の時に。で、3文字のやつを、あれ、プチンが消えない。プチンが消えない。そうですね。こんな感じですね。まあ、プチっていう時点でもダメなんで、まあ、これで、で、これで全部プーチンだけ残るという感じですね。で、まあそうですね。まあ、データ整理するときなんで、まあこんなもんなんで、まあ、もっと分量が多いともうちょい真面目にやりますけど、まあこれぐらいだとこれでいいやということで、まあこれでいいやっていうのが、まあ正解の例にしました。はい。そうですね。で、こう、超音なんですけど、結局、こう、一回も使わない、なかったんですけど、一応、この中に6種類かな。少なくとも6種類以上はこう入ってるんで、ちょっと後でなんか解析してみてください。これ消しとかないといけない。はい。そうですね。まあ、時間余裕ある人は、ちょっと後から解析してみてください。じゃあ、まあ、それも含めて、じゃあちょっと10分。そうですね、時間あと今日2問なんで、10分までいろいろいじる時間を作りたいと思います。はい。ブラックノンさんの答え綺麗ですね。
そう、NKF の番に Z-4 がないです。Z4 がないです。そうなんです。誰かコミュニティの人から、プルリクを出すといいかもしれないです。GitHub 上にあるのかな。そうですね。あと、そうですね。NFC とか、そういう話も、そうですね。本当はしたらよかったですね。正規化ですね。もう濁点離さないとか、なんかそういう正規化のルールがあるんで、そいつを、で変換かけると、半濁音がくっつく。丸記号がくっつくと。どうすんだ。いけたりして。さすがに叱られる。そう。あ、もうダメだ。はい、あ、では時間になりましたので次いきます。これちょっともうちょいちゃんと解説すればいろいろ面白いんですが、すみませんが、ちょっとまた。きます。じゃあ、で、次から、次の問題、もしかしたら今までで一番難しいかもしれないんですけど、どうかな。6問目。次の2つのファイルについて、何のことがわかります？ファイル1が、これで、ファイル2がこれで、で、よく見ると、バンコって書いてあるから、バンコクですよね。で、ここにンコクってあるんですよ。で、クアラルンプールなんですけど、アが抜けてて、こっちがアラルンプールって書いてあって、クが抜けてると。ジャカルタのジが抜けてる、プノンペンのペが抜けてる。で、こっちはジャカルタのルが抜けてる、プノンペンののが抜けてると。ということで、で、これを、組み合わせをちゃんと作ってください。こうやって。バンコク由来のやつ、クアラルンプール由来のやつ、ジャカルタ由来のやつ、プノンペン由来のやつということで、ちゃんと組み合わせて、ちゃんとじゃないけど、まあ、組み合わせてみてください。はい。で、これは難しいので、そうですね。半まで時間取りますんで。どうぞ。難しさっていろいろあるけど、まあ、まあ、一番難しいのの範疇だと思います。どうですかね。そういえば、ディスコードで全然会話がないんですけど、皆さんまだ生きてますか？これから死ぬって感じですかね。これから死にます。これが死ぬ。なんか言わせてしまいました、これか。ああ。
バイオインフォ系の一つ要素ですね。かけたのの組み合わせを。文字間の距離調べるようなコマンドが一個あれば簡単かもしれないんですけどね。簡単になりますよね。でも、そうですね。なんちゃって文字列間距離、文字間、単語間距離をなんか自分で定義してやるといいかもしれないです。そう、レーベンシュタイン距離。ラーベンシュタイン距離は使えないですね。とりあえず一回全パターン出しといてから考えるんですよね。どうでしょう。どうでしょう。どういうことでもないか。まあそうですね。多分全組み合わせ、そうですね。うん。そうだと思います。レーベンシュタイン距離はもしコマンドがあるんだったらそれダウンロードして使うと多分解けちゃう。けど、うん。アベンシュタイン距離。今日、あるかな。で、なかったら、まあ自分で適当になんか、定義して、似てる似てない数値化すればいいんですよね。そう、前回のナーベンシュタイン距離からちょっとインスパイアされた。ナーベンシュタイン距離使う。あ、あ、でも画像を比較したらなんかいけるかもしんない、これ。画像。アーベンシュタイン距離の出し方を、でも画像じゃないしな。そっか。ファイル1に前半、ファイル2に後半っていうわけじゃないか、ないですもんね。ないですね。ああ、だから難しいのか。ああ。似てる似てないを数値化する。じゃあ私模範解答と別の解き方してみます。
重サブストリングがありがたいです。あ、そっか。ブーツ。TL 止まっちゃいましたね。お。体調できた。できた。お嬢さんやっぱすげえ。セル使ってる。おお、どうやってんだろう。リード LR、ドゥエコー、LR、エコー、L、ブレックをソート、ああ、わかった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 。すげえ。
A グレップっつうのがあるんですね。なるほど。あ、よかった、答え出てきたわ。高さんのも、高さんのも A グレップを使ったと。A グレップ。知らんかった。ああ、よかった、出して。なるほど。A グレップの、例えば、どうやってやるんですかね。YB。なんだ、なんでこんな。ベストマッチモード。なるほど。はい。一番いいのを出してくる。ただこれだと二つ出しちゃう。出てこない、ね、あ、そっか。F はないのか。ああ、なるほど。ジャカルタがうまくいってない。ジャカルタがうまくいってないから、とか引かないといけないんだろう。
なんか答えてくるな、みんなこれ。どうなってんだ、これ。恐ろしいな、この勉強会。if を取る。tailn。あ、半になりましたので、そうですね。いろんな答え出てて、で、A グレップって私の知らないコマンドが出てきたんで、ちょっと解説がすごい長くなりそうなんですが、ちょっと私の考えたのから言ってきます、ね。ですね。模範解答とちょっと違うのからいくんですけど、ファイル1、ちょっと今思いついたのとさっきやってうまくいったんでやってみるんですけど、ファイル1のこれから、なんか、正規表現を作ってみようと。例えば、多くの、空白区切りにして、i は0、i が、nf の i、ラブ、1にしとこう。もう一個。で、サブスト、プリントのサブストリングの、例えば、ドルの i、1文字目から i 文字と、で、そのまんまなんかドットアスタリスクつけて、サブストリングの0から i 以降の文字みたいな、こんな感じで。で、作ります。で、これだと、これだと引っかかんないのかな。そうですね。一文字余計なんで、ちょっと一個削りましょう。マイナス1とかするのかな。ダメか。1始まりにするのか。なんだろう。なんかサブストリング苦手で、なんかもういきなりダメになってますけど。0始まりか、やっぱ。0始まりにして、ここ1プラス、あ、ここが余計なんだ。こんな感じですね。で、これで、例えば、そうですね。で、こいつを作っといて、で、外側から、ホワイルをかぶせてやって、で、こう出てきた正規表現に、どうすんだ、これ。なんか最終問題のような疲れ果てになってるんですけど、これ。違うわ。ここから。こうじゃなくて、こっちをホワイルにするか。こっちをホワイルにする。これ。ホワイル、リード、X、トゥエコー、X と。で、ダウン。な感じで作っといて。で、こいつにグレップで、こいつを正規表現、ファイル、標準入力から読んで、ファイル2と付き合わせてやると。で、これでうまくいかないので、こうか。で、なんかここら辺の文字をですね、こうやって削っていくとですね、なんかだんだん、いい加減なんですけど、引っかかるようになってくるんで、こう調整してるとですね、引っかかるようになってくるんで、で、ここで、キャットの、元の検索語と、違うわ。あ、そうですね。元の文字と引っかかった文字を両方出してやると。そうですね。みたいなことをやったのが、で、今うまくいかないんで、ちょっとさっきやったのがあるんで、まあ大体これ、こんな方針でいくと、解けたっていうのが、まあこれですね。だからプノンペンが、そっか、ここ3にしなきゃいけない。すみません。なんか独り言みたいになってますけど。一応これが一つ解ですね。もう一回言うと。片方のファイルから一行ずつ読んで、さっきみたいに正規表現をなんか、ちょっと文字列詰めた正規表現をこう作ってやって、ファイル2と付き合わせてやっ
で、エコーで元のファイル1の中身と検索結果を出力して、X アウスで横へ並べてやるっていうのを、このファイル1の単語一個一個にやっていくと、こんな風にちゃんとくっついて出てくるっていうのが、まずこれ一つ目で、で、ちなみに、正規表現だけちょっと出してみましょうか。こんな感じですね。こんな感じの正規表現で全部引っかかったと。でもこれ、まあなんかたまたまっぽいんですけど、っていうやり方があります。で、もっと真面目にやるのが、ですね、まず全組み合わせを作ります。で、ジョインの JQ ってこれあれ、ワンライナー160本のプックにいっぱい出てきてますけど、これで全部の組み合わせが作れます。で、ここで、ですね。で、今からやることは、2文字ずつ切り取って、2文字ずつ切り取って比較するということをやります。で、これ1文字ずつ比較すると、一番多い単語の数が、なんだろう、同じ文字がいっぱいあると、ハイスコアになるって、そういう尺度になるんですけど、2文字ずつだとですね、ちゃんとこう繋がってないと、例えば、バンコクだと、向こうが、こう2つ繋がりますよね。で、クアラルンプールだと文字数多いからこういっぱいあって、だからクラは引っかかんないけど、ラルとルンとプーとプーとこれが引っかかるっていう風に、2文字ずつ比較してやると、その文字の距離っていうのがあらあらで計算できると、そういう方針ですね。で、U はヤッシでこれ、プログラミングしなきゃいけないんですけど、これ大変で、そんな、普通に書けばそんな難しいコードじゃないんですけど、ちょっとこれはさすがにちょっとカンニングしますけど、連想配列に、2文字くっつけたものをキーにして、で、これでプラプラをしてやります。数数えてやる。2文字ずつ文字の組み合わせを作って、プラプラを、数字を、数えてやると。で、4、で、この連想配列に対して、で、ifak が、1、2以上あれば、2つ以上同じ組み合わせがあれば、今度 b という変数をでっち上げて、こいつを、足してや、カウントアップしてやって、で、プリントの0の b。これ何やってるかっていうと、要は、これが2文字以上の一致した部分がいくつあったでしょうかっていうのをまたこうカウントし直して、で、元の行とその2つ、2文字が一致してる部分が何箇所あったかっていうのを出してやるというコードを書きます。で、デリートの、で、毎行毎行この、連想配列と B はクリアしてやる。で、これでやると出る点になってる。でこれでやると、こんな感じで、どれだけ一致したかが、こう、数字でこう出てきます。で、後ろがゼロじゃないやつをこう出してやると、なんだこれ。最初のやつがちゃんと、なんでこれ出てくるんだ。ちょっとなんかバグやっちゃいましたけど、じゃあ。多くで、NF が0より大きいやつを出してやるってやると、あれなんだろう。これなんか余計なんて出てますけど、一応まあこれでちゃんと出てくるということになります。はい。どうですかね。だから、今やったのは、アドホックと言いながら結構王道で、だから、二つずつ文字を比較して重複するものがあるやつを出力するってやると、もう一応これで、出てくるということになります。はい。これが二つ目の解き方ですね。で、三つ目が、さっきから出てくる A グレップで、で、今ダウンロードして調べたんですけど、なんか曖昧検索ができるというやつで、だから、まあ、例えば CAT のファイル1の、例えば、バンコってあったら、まあ、これで1行目取り出せますけど、で、これで、グレップで、Y、
P と。なんかベストのやつを必ずストロークするみたいな感じですかね。で、やってファイルにってやると、まあ、こんな感じで、ワンコに対して動くがちゃんと引っかかってくれるらしくて。で、これもなんかうまく候補がマッチングしない場合があって、ガチャガチャやんなきゃいけなくて、で、皆さん苦労してたみたいなんですけど、なんか、一応タイムラインには、うまく組み合わせ作れたパッのがいくつか上がってますんで、まあ、これでやってもいいということになります。ということで、出してよかったです。ちゃんと答えてもらえたんで。じゃあ、まあ、答えてくるっていうことは全部これぐらいの難易度で出した方がいいって感じですかね。ダメっていうなら、今のうちですけど、ディスコードの人たちはもう死んでるんで、今私、誰からも意見がもらえないプーチンみたいな状態になってるんですけど、大丈夫でしょう。まあ、そんな感じで、何がそんな感じだって感じですけど、じゃあ最終問題もあるんで、ちょっと、そうですね。まあ、また終わってからでもいいと思うんですけど、43分ぐらいまで、いろいろやってみてください。ん、あと何ですか、ユーグレップっていうのもあるんですか。グレップ。あ、ウルトラハーストグレップ。早いやつ。あと B が0って最初に入れないといけないんだ。そうですね。緩やかに難易度上げてもらえる。じゃあ最後いきますか。で、最後の問題は、ちょっとシェルゲー勉強会にしては、珍しくでかいファイルを扱ってみようということで、GitHub のなんかでかいファイルを置けるやつ使ってちょっと無理に置いてみました。すいません。ちょっとストレージ食ってよくないんですけど。で、やりたいことは、うまくダウンロードできてれば、numgz っていうこういうファイルがあります。で、この中に数字が、あれ、バイナリーになっちゃって、あ、そうか、そうか。キャットしちゃダメですね。zcat ですね。数字書いてあるんで、まあ、これ足し合わせるだけです。最終問題。簡単。ということで。やってみてください。
これは、そうですね。まあ、時間なくなっちゃったんですけど、ちょっと雰囲気見て決めます。とりあえず50分ぐらいで、あと何分ぐらいやるかと判断します。そうですね。ナムサムに渡すと一生終わらないですね。ナムサム、この間ちょっとつぶやいてたんですけど、パールなんですよね。ナムサム。パールじゃ無理ですよね。うん、どの言語が早い遅いってどれだけ議論してても多分これでもうなんか1億秒とかいうの出されたら多分死んじゃう言語はいっぱいありますね。で、ですね、で、言い忘れましたけど、つかわざと言ってなかったんですけど、この1億行の中に数個だけゴミが入ってます。ゴミなんですけど、それも数字と読めるんで、ちゃんと数字にして足してください。ファイルが違う気がします。違うのは多分、だから Git のあれですね。Git のあれで。一応ここからダウンロードできますね、これ。ここなんですけど。これで変わるできるのかな。できない。できない。できないよ。あ、そうですね。変わるはできないけど、ダウンロードはできますね、これ。キャンセル。なんか多分ですね、Git のバージョンによっては、なんかリンクみたいなものしかダウンロードできないんですよ。あ、ダブルゲットでいきます。ダブルゲットで。ダブルゲット。じゃあ、これちょっと、ツイートしますね。そっか、だから GitHub LFS 入れてないとダウンロードできないかもしれないです。すいません。今、ツイートしました。ダブルゲットでダウンロードできるんで、でやってみてください。ファイル取得できました。はい、どうも。大丈夫ですね。コンソールが落ちた。あ、すみません。ちゃんと案内出さなくて。GitLFS なんですけど。まあ、ダブルゲットでもいけるんで。明るいLで OK。そうですね。はい、すみません。はい。見つかりました。ゴミが入って。1億行の中に4つだけゴミが入ってます。4つかな ?4 つかな ?5 つかな。ゴミってなんだろう。グレップ、Z グレップ便利ですよね。ああ、ゴミ見つかった。そういうことだ。そういうこと、はい、そういうことで。はい。うん、高さん、なんかあってそう。あれ、あ、
あって、あ、ダメだ。ダメだっつ。これどうやって分かったんですかね、これ。合計値。うん、合計値間違ってますね。間違ってます。ゴミっつってるけど、これ一応関数字で数字なんで、ちゃんと数字に変換して足してください。例えば今日エコーで答え書く人いないなと思ったら、二郎さんがいない。二郎さんがいない、ね。さっき誰か関数字数字に直してましたよね。クラッシュしました。バッシュで足したらダメですよ、メモリ。うん、やっぱりあれですね。シェルゲー勉強会、こう、ファイルめんどくせえから、でっかいファイルのさばき、全然問題出してないんですけど、出さないといけないですね。本当は、ここで、コマンドの力って一番、1億行とか2億行だからファイルで一番力発揮するんで、本当は、どの問題も全部1億行ぐらいのファイルの行数でやりたいんですけど。メモリ爆発だ、みんなメモリに溜めすぎです、データを。メモリに溜めすぎですったら、ちょっとトイレに行きたくなっちゃう。ちょっとトイレ行ってきます。どうでしょうか。だいたいシェルゲーボットにも、あれか。シェルゲーボットにもデータファイルないから、あんまりツイッターの反応は良くないかもしれないですけど、ファイルを N 行に分割しなくても大丈夫ですよ。こんな。
そんな難しくない。そんな難しくないけど、やっぱり、いやそっか、やっぱりそうか。やっぱりな、でかいファイルの扱いですよね。やっぱり、コツがいるし、シェルゲー勉強会で全然やってないんですよね。次回それやりますか、でかいファイルの扱い。そうしましょう。回答すらできない。とか、でも、プルさん、あれ、回答って言わないんじゃないですか、今、展開って言うんじゃないですか。回答って言ったら、時事扱いされたんですけど、俺。あれれのれ。じゃあ、ちょっともう固まってるし、4時近いんで、じゃあ、回答いきますね。まず、これ、数字直すのは、Ruby に全体、i っていうのがあって、それコマンド化したやつも一緒にこうインストールできるんで、まあ、これでやればよくて、で、まあ、これは知ってるか知らないかなんで、ちょっと知らない人にはちょっと申し訳ないんですけど、まあ、一応こうやってやります。で、ですね、多いな。まあ、これとこれを、zgrep の、から、ですね、これ以外はみんな数字だっていう、一応整数だっていうのを知らないとちょっとこうは書けないんですけど、そうですね。だから、まあそうですね。だから、この正規表現で引っかかったのはこれだから、この V を抜くとそれ以外の行は全部ちゃんと出てくれるんで、一応これで全部の行がバッと出てくるということになります。で、ちょっと、zcat の num の具図のワードカウント L と。時間のないところで1億行のファイルはあれですけど、1億行ですよね。で、これで、ワードカウント L の L、はい、で、4、5、6、7、8、8秒ですね。で、答えはもうこれで出ます。実は何のひねりもない。ストップ。最近のグニョウォークは多分中のそのでかい桁のあれちゃんと入ってて、これで桁落ちせずに答え出てきます。で、多分これが正解です。これ正解だと思います。はい。なので、まあ、答えこれで終わりですね。で、時間も数秒ですね。数秒ではないか。10秒ぐらい。うん。うん。そうですね。タカさん、1分6秒。まあ、でもそれぐらい出てきちゃうんで。私のマシンだと21秒ちょいですね。で、で、これ何の意図で出したかっていうと、これ今これ分けてますけど、これ分けないと大変なんですよね。だから、なんだろう。if 文とかでなんか、例えば、そうですね。cat, zcat, nums, us, zen, do, i とかで、これでやっちゃうとですね、多分これ終わんないんですよね。うん、これトップ見ると分かるんですけど、これ全体これ Ruby 製なんで、Ruby のコマンドに1億行も通したら、ちょっと申し訳ないけど、まあ無理ですよね。時間10倍、100倍になっちゃうんで、
これじゃあ計算終わんないねっていうことで、ちゃんとデータ分けて、後からくっつけて処理しましょうっていうのが一応出題の意図になります。っていう話を、チェルゲ勉強会だとどうしても行数小さい問題しか使ってないんで、やってないんで、ちょっと次回ちょっとこれ、こってりやってみましょうか。で、あと、オークがもしなんか古すぎて桁落ちするんだったら、一応考えてきたんですけど、ペーストの、D のプラスの、1、10、100、3、5、6、7、8、9、10。こんなんでもいいですね。こんなんでもいい。こんな感じで、それで、多分これあれだ。すいません。で、これ、多分これ入れ替えるともっと早くなりますね。ちょっと戻りましょう。すいません。4時過ぎてますけど。順番が悪いですね、これ。書く順番が。書き順番違いました。これ、だから、最初にパール通して1億行読ませてるから、違う。最初にグレップかまして、結果出たところでグレップかまさないでいいやつが後から出てきてるから、こっちの方が先の方がいいですね。何言ってかかるんですか。順番で多分時間変わっちゃいますね。これでやってみましょう。もっと早いはず。先に漢字変換するやつ、する必要のないやつだけ出してあげたら、もう僕が先に計算してくれるから、後からで、漢字変換したやつは、漢字が数字に変換したやつはそう、後から最後にポポッと足せばいいので、こう順番変えると17秒まで短縮しますね。はい。もう一遍言うと、さっきの回答は、関数字に直したやつを、関数字から直したやつを先に出して、それ以外のやつを後から出してたんで、そこで処理が渋滞してたんで、そうですね。遅い処理を先に書いてたんで、ちょっとそこで渋滞して4秒ぐらい損してたっていうのはさっきの書き方ですね。これですね。ちょっとやってみましょうか。これが私が最初に提示したやつで、これだと、ごめんなさい、もう一遍言いますけど、こっちを処理に時間かかってから、どうでもいい処理が後がバーッと出てきて、で、奥その間待たされるんで、遅くなります。うん。うん。タイム忘れた。多分20秒ぐらい今かかったと思うんで、まあ、ですね。こっちの方が早いですね。で、あと多く使わないのの話ちょっと戻りますけど、ペーストで、D のプラスで1、2、3、4、5、6、7、8、9、10でやっといて、こういうの作って、で、BC に通して、っていうのを、何回かつなげると。これやっていくと、確実に桁落ちしないです。10個足すっていうのを10回繰り返すと、全部足せるんで。9回か。これでもいいですね。で、でも多分奥の方が早いですね。ちょっと終わらないんでやめてください。一応これでもいいと。で、最悪なのが、ナムサムで。ナムサムって、ナムサムは、例えば、まあ、こういう簡単なコマンドなんで、簡単なコマンドだから C で書いてあるから早いだろうと思って、ちょっと試したんですけど、結論から言うといつまで経っても終わんなくて、まあ、全然終わんないですね。まあ、もう。で、これ見るとパールなんですよ、これ。パールもまたこれ1億行全部足すっていうのは多分処理追っつかないんで、
全然スピード足んないんで、まあこれも終わらんということになります。で、多分ナムサム誰か C で書いてあげると、なんか置き換わるんじゃないかなと思うんで、もしよかったらところですね。はい。まあこんな感じでした。はい。で、もう4時過ぎてるんで、ちょっと検証は皆さんにお任せしますが、まあ、7問目はまあこんな感じです。はい。じゃあ次回はでかいファイルということにしたいと思います。はい。これで終わりましたが、はい。皆様どうでございましたでしょうか。どうでしょう。まあ、いつも死んだしか聞こえないんで、多分今回もそうなんで、死んだで終わりだと思うんですけど、疲れ様でした。はい。それで、これからですが、今日 LT する方いらっしゃいます？やっぱりちょっと月末、年度末なんで、ちょっと、あんまり期待できないかなと思うんですけど、LT したいっていう方いらっしゃったら、なるべく早くツイートしてください。で、そうですね。あと10分待って、そう、5、6分待って、誰も手挙げなかったら、まあ、それで解散というか、二次会にしたいと、二次会まで、まあ、休憩ということにしたいと思います。あ、LT します。あ、じゃあ、隊長さん。素晴らしい。じゃあ、隊長さん、ありがとうございます。じゃあ、隊長さんの LT を、そうですね。まあ、15分後ぐらいから始めましょうか。20分ぐらいからということで、はい。じゃあ本編は、まあこれで終わりにしたいと思います。はい。皆さんどうもありがとうございました。で、ちょっとやっぱりオンラインで何回もやってると、ちょっとなんか、あんまり手応えがない、正直ないんですけど、そうですね。まあ次はちゃんとテーマ決めて、しっかり問題作って、いろいろ仕込んで、みんなワイワイ騒げるように頑張りたいと思います。早く現地でやりたいですね。はい。と思います。はい。じゃあどうも、ありがとうございました。はい。お疲れ様でした。ありがとうございました。どうも。じゃあもう配信切りますね。